地の地は険しいゆえ、守りやすいゆえ、南蛮の兵を借りれば湿地の奪回も可能かと。なりませぬ。南蛮には長らく恩恵を与えておりませぬ。今身を寄せては大変なことになりますぞ。なんと陛下。陛下、諸君は呉と同盟を結んでおります。呉に身を投じられてはいかがでしょう。まあ待て陛下、古より他国に身を寄せた天使はございません。義には呉が滅ぼせても、呉に義を倒す力はまずないでしょう。今呉に降伏されることも恥であれば、もし呉が義に滅ぼされ、その時再び義に侵入されることは重ねての大きな恥となります。しからば一層義に降伏なさいませ。さすれば義は国土を分け、陛下を奉じられるゆえ、神は宗廟を守り、下は人民を救うことも叶いまする。ジャンガン、黙れ。臆病者の腐れ呪者が国の大事を口にするな。昔から心中した天使などないわ。龍神、皆降参しろと申しておる。そなた一人決起の勇に流行り、この生徒を血の海にするつもりか。父上、先帝の時代口出しできなかった召集が、今になり国政に口を挟むのは理にかないませぬ。生徒にはなお軍勢もあれば、脅威の大軍も剣閣にいるのです。義が攻めてくれば脅威が火星に来るに決まっているではありませぬか。腐れ呪者に惑わされ、先帝のご偉業を捨てるようなことはなさいますな。無礼者、若い分際で何がわかる。父上、大勢が去ったとはいえ、不死君臣が城を背に社食のために死んでこそ、あの世にて先帝に合わす顔があるというものではありませぬか。何を抜かす。父上、申すな。父上、父上、申すな。父上、私は死んでも降参いたしませぬ。早く追い出せ、早く追い出せ。父上、父上、なりませぬ。下ってはなりませぬぞ。父上、下れば先帝のご偉業が全て無駄になりましょう。いつかは天の裁きを受けますぞ。父上、父上。下ってはなりませぬ。下ってはなりませぬ。降参する、国書を作れ。生徒の個数28万、男女94万、少子11万、管理4万、領末44万、金銀錦その他国庫に納められたもの無数。12月1日に君臣ともども城を出て降参いたします。降参か。勝手に降参しろ。ねえ、どうなさったのです。義の軍勢に攻め込まれ、父上が降参されて、間もなく城を明け渡さねばならんのだ。まあ、これ
これで食の社食も滅ぶのだぞ。死んで先帝にお詫びするしかない。何としても屈辱は受ける。そうです、なんとご立派なお心がけ、聖明たるお方でしょう。あなた、私から先においとまさせてくださいませ。母上、母上、母上、奥よ、死ぬには及ばん。あなたがお父上に仕え、私があなたに仕えるのは当然のこと。あの世でもあなたにお仕えいたします。